はい、どうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、股関節の仕組みと、それに対する具体的なアプローチについてですね、解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。この股関節の動きって実は大変大事です。特に最近は、スポーツの、世界でも、この股関節の動きっていうのは大変注目されてますので、そういった観点まで含めてですね、今回お話をさせていただきます。参考にしていただけると幸いです。では早速なんですが、股関節というのはスライドの方を見ていただきたいんですけども、骨盤と大腿骨という太ももの骨をつなぐ関節というふうになります。でその周りですね、軟骨がこう取り囲んで形成されているところがありまして、で股関節という名前から股の間にあるというふうによく誤解されがちなんですが、実際は鼠径部と言われる私たちズボンの折り目あたりの部分に股関節というのが存在します。でこれちょうどソケットのような構造になっているというふうに思っていただければいいかと思います。でその軟骨があって、さらにその周りこう靭帯がこう補強するような形になっているので、ね、安定性に優れているというのは大きな特徴になってきます。それから大きな役割としてやはり上半身とこう下半身をこうつなぐ連結をして、人体でやっぱり最も体調を支えるというところがあります。その支持性ですとか、それから運動性、あらゆる方向にもこう自由性なんていうところが大きなポイントになってきます。でこの股関節の動きはこの体の姿勢ですとか、こうちょっとその向きによってですね、関連する背骨とか骨盤の動きまで含めてこう連動してて、その周囲の筋肉に大きな影響を与えているというのが特徴としてもあります。で特にこの際屈曲といって足をですね、抱える方向に動きが制限されやすいというところがあります。これは例えば長時間のデスクワークですとか、座って動かさない時間 を長いという方、それからしゃがむなどダイナミックに股関節を動かす機会がないという方だと、ますますこの股関節の動きというのが衰えてきます。で普段から姿勢が崩れやすくて、この股関節周りに痛みとか違和感を感じているということがあったり、歩く際につまずきやすくなったとか、よくふらつくなんていう方いたら、ちょっと注意していただいた方がいいかと思います。でこの股関節の障害としては、まずはその転倒による骨折、大腿骨頸部骨折というこれ高齢者の方が多いんですが、その疾患がありまして、それから変形性股関節症という疾患があります。それから腰痛の影響というのもやはり大きく受けますし、それから梨状筋症候群なんていう、こう神経症状でも障害が現れるということがありますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。ではここからはその股関節痛改善に向けたストレッチやエクササイズと、暮らしの中で実践できるポイントについてですね、解説をさせていただきます。まずストレッチやエクササイズというふうになるんですが、今回2つ紹介をさせていただきます。まずは大臀筋というお尻のところにある、その下にある梨状筋まで含めてリリースになるんですが、スライドの方を見ていただくと分かるんですが、椅子に座った状態、または床に座った状態で、この片膝を曲げて、もう片方の膝を立てて、こう自分の体の方にこうぐーっと両手でこうぐーっと持ってくるというリリースエクササイズというふうになってきます。でこれもちろん股関節痛の方にもいいんですが、例えば猫背で腰が痛い、腰痛を持っている曲がり腰というタイプの方も、実はこのエクササイズ有効になってきます。でもう一つは腸腰筋という足の付け根のところにある筋肉のリリースになります。これは両足をこう前後にこう開いて、後ろ足をですね、床につけてこう伸ばして、前足は膝を立てるというふうにスライドの方を見ていただきたいです。それから背筋を伸ばして体重をぐーっと真下にかけて、体をこう前方に移動させるということをすると伸びてきます。でこれは腰痛で反り腰といって、こう背中を反らすと腰が痛いという方にも、実はこのエクササイズ有効になってきますので、この点も含めてですね、ぜひ参考にしていただきたいんですが、注意点が2つあります。それは秒数回数載せさせていただいているんですが、これあくまで目安ですので、休憩挟みながら疲れがない範囲でぜひ行ってください。それから痛みのない範囲で無理なく安全に行っていただければというふうに思います。それから生活暮らしの中から実践できるポイントとしても2つありまして、まずは姿勢と連動しながら股関節周囲の筋肉をほぐしましょうというところがあります。でこれは姿勢、骨盤や背骨の動きとこの股関節というのはやはり連動してますので、でこの股関節の周りの筋肉というのは短縮、短くなって硬くなってしまっているということが多いです。
なのでこれをほぐすということが、まあ、ストレッチエクササイズもそうですし、それから肥満抑制策、いわゆるダイエットも実は効果的になってきます。それからもう一つは負荷量を調整しながら意識して股関節大きく動かしてください。やはりこれに日々の積極的な運動が大事です。例えばスクワットですとか、かかと上げとか、片足立ちのトレーニングなんていうのもありますし、ランニングですとかトレッキングなんていうことでも、こういう有酸素運動でもいいかと思います。ね、ただ負荷が強いという場合は、例えばランニングをウォーキングですか、サイクリングに切り替えるという方法もありますし、あと歩きにくいなんて場合は杖ですとか、トレッキングポールなんていうものも今ありますので、こういう歩行補助具を積極的に活用するというところがあります。で、あとこの股関節の動き、最初にもちょっと冒頭でもお話しさせていただいたんですが、例えば野球ですとかサッカーですとか相撲なんかの行うトップアスリートほどですね、この股関節の自由性と伸展性が高い、2つが高い次元でこう成立しているところがあって、これが驚異のパフォーマンスを生み出しているところがありますので、こういったスポーツをされている方にもぜひ参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。